次に清水正志君。委員長。清水君。日本共産党の清水正志でございます。建設業法及び公共事業の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案について質問いたします。先日15日までにですね、ゼネコン主要26社の19年、3月期の決算が出揃いました。連結ベースの売上高が初めて2兆円を突破した大林組を筆頭に、大手ゼネコンらの業績は好調でありまして、26社中19社が増収、そのうちゼネコン大手4社、清水大成、鹿島、大林は今期新規受注高が6年連続で5兆円台になるなど大儲けしております。これだけ大儲けしていれば普通なら建設業界のイメージも良くなりましてね、学生の方々も建設業で働きたいな、こういうふうに入職を希望するようになり、人手不足にあえぐことにはならないはずだと思うんですね。ところが現実はそうなっておりません。本年5月7日日経クロステックウェブの記事に掲載された独自調査を私見まして驚きました。ここではですね、身近な若者や自分の子供に建設業界への就職を進めたいと思うかという問いに対し、一般の人で非常にそう思うと回答したのはなんとわずか 1% なんですね。ややそう思うと答えた方と合わせてもですね、 12% にとどまると。で、何よりも建設業界で働いている方々ですら同じ質問に対してですね、非常にそう思う、ややそう思うと答えたのは合わせて 24% しかおりませんでした。で、全くそう思わない、あまりそう思わないと答えた方が合わせて5割なんですね。つまり建設業界で働いている方々も建設業で働くのは進めない、自分の息子や若者たちに進めたくない、こう思っている現実というのをやはり改善していかなければならないというふうに思うんです。で、なぜ進めないのかというのはですね、一般の方もあるいは建設業で働いている方々もこれ共通しているんですけれども、労働時間が長い、それから危険を伴いそう、そして給料が安そうというふうになっているんですね。労働時間が長いというのをきついというふうな表現に置き換えるならば、まさしくきつい、危険、安いというね、これ三拍子揃いまして、建設業界を敬遠してしまうということが昨今建設業界の著しい人手不足になっているのではないか、とりわけ若い人たちの入職を阻害している要件ではないか、こういうふうに考えます。これらを是正することが本改定案のやはり目的でなければならないというふうに思いますので、その立場に立って質疑をさせていただきたいと思います。はじめに長時間労働の是正、工期の適正化について質問します。新名神高速道路、これは高槻神戸間の工事ではですね、実に6名の死亡者と多数の負傷者を出した工事です。この工事について発注元のネクスコ西日本は、事故現場を含む高槻から神戸の間の距離約 40.5 キロですが、この工期を2年間前倒しをする方針を2009年に示しておりました。国交省はこの工期前倒しの方針について事前に把握されていましたでしょうか。これは道路局長にお尋ねしたいと思います。池田道路局長。新名神高速道路の高槻ジャンクションから神戸ジャンクションの間の開通目標につきましては、平成21年の12月に、平成30年度の目標から2年前倒し、平成28年度の目標にする旨をネクスコ西日本が発表したものと承知をしております。この発表に際しまして、事前にですね、この件については当時の関係者に聞きましたところ、国交省の方には相談はなかったというふうに聞いております。委員長、清水君。事前には聞き置いていなかったということですが、30年度の完成工期を28年度に前倒ししたことについては、そのことは発表の後はご存じだったということだというふうに思います。で、この前倒しが適正だったのかどうかということが非常に問題でして、例えばこの新名神高速道路で言いますと、2016年4月に神戸市北区で起きた橋桁落下事故では、
お二人の方が亡くなり8人が怪我をいたしました。事故から3年経ちました先月に当時の元請け業者の現場所長に有罪判決が下されております。地元紙によりますとですね、落下前の橋桁は鋼材や支柱を組んで作った土台の上に置かれていたんですが、作業員からは土台の強度不足を不安視する声が上がっていたそうでございます。ただ工事が大幅に遅れていたために今さら組み直せないなどとしてそのままにされたというんですね。当時現場で働いてた方々も残業続きだったというふうに言われております。もう前日に土台がずれているという情報も寄せられたわけですが、まあ、多くの作業員は橋桁に乗ったまま作業をしていたということなんですね。まさしく命に関わる場面で安全より工期が優先されたのではないか、まあ、このように報じられているわけなんです。まあ、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止するという本改定案は、長時間労働を是正することはもちろんのこと、まあ、それにとどまらずですね、まあ、このような事故をやっぱり根絶していく、建設現場の安全確保につながっていく、そういう法案であるべきだというふうに思うんですが、石井国土交通大臣の所見をお聞かせください。石井大臣。本法案では著しく短い工期での請負契約の禁止など工期の適正化を図る規定を設けることとしておりますが、その目的の一つは建設業の働き方改革を進める観点から適正な工期設定を通じて長時間労働を是正することであります。加えて今回の改正によりまして発注者の理解も得て適正な工期が確保されれば余裕を持った工程管理が可能となり、例えば長時間労働による注意力の低下の防止、現場就業者に対する安全教育の時間確保が図られるという効果をもたらすものと考えられます。まあ、この点で工期の適正化は労働災害の防止など現場の安全確保にも寄与するものと考えております。ありがとうございます。委員長。清水君。はい、ありがとうございます。労働災害の減少にも寄与するものだというご答弁をいただきました。ところでですが、今大臣の方からも答えていただいたんですが、この適切な工期を設定する、ゆとりある工期を設定するということが長時間労働を是正していくんだと、そして労働災害を減少していくんだというこの法案なんですが、実はですね、巷にですね、私も驚いたんですが、この工期短縮を促進するという書物が出ているんですよね。で、私もびっくりしたんですが、ここではですね、工期短縮にはさまざまなメリットがあるというふうに書かれておりまして、例えばですね、工期短縮が人手不足の解消につながることをご存知だろうか、このように書かれていたり、あるいはですね、工期短縮によりまして建設工事現場の最重要課題である労働者の安全を守ることができるかもしれないというふうに、まあ書かれているんですよね。まあ、これ表面だけ切り取って、私いろいろ言うつもりはないんですが、まさしくその今回適正な工期取ろうというふうに言っているのに、工期を早めることによって短縮することによっていわゆる長時間労働をなくすだとかですね、労働災害をなくすだとか、まあ、真逆のことを推進しているような本を読みまして、私ちょっと非常に違和感を感じたわけなんですね。さらに言うとですね、早く終われば次の仕事で稼げるから早く終わらせるべきだとかですね、絶対工程を算出して余裕工程は後回しにすると、そのことが工期の短縮になるということなども提唱しているわけなんです。私はこれはね、先ほど紹介しました事故の問題などを捉えましてもね、実態を見ないものだと言わなければならないと考えております。で、私は石井大臣の決意をお伺いしたいんですが、今後もですね、建設現場では利益確保のためですね、発注者やあるいは最上位元請けがですね、最上位したい請けですね、最上位したい請けがですね、利益を上げるために、まあ、工期短縮しなさいという圧力をですね、いわゆる下請けなどにかけていくということも考えられると、私はこの本を見てですね、懸念したところなんです。やはり国交省としてあくまでも本法案の趣旨、これは長時間労働を是正する、いわゆる生産性を向上し、若い人たちの入職を促進する、そして労働災害を減少させていくというね、この趣旨を徹底し、やっぱり適正な工期をしっかりと確保していくんだと、著しい工期、短い工期は禁止をするんだということで、こうした巻き返しなどをですね、退けていくという、そういう強い決意をですね、ぜひ聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。石井大臣。
適正な工期設定を進めることは、建設業働き方改革の推進に加え、将来の担い手確保のために極めて重要と認識をしております。適正な工期の実現に向けては、発注者のみならず元請け事業者や上位下請け業者を含む関係者の理解と協力を得ながら、下請け契約においても工期の適正化を進めていくことが不可欠であります。このため本法案においては、発注者、受注者、有識者の3者で構成をされます中央建設業審議会で工期に関する基準を策定をし、請負契約の当事者に勧告をしてまいります。国土交通省といたしましては、発注者や元請け事業者を含む関係者に対し、本法案の趣旨や適正な工期の必要性について周知徹底を図っていく所存であります。委員長、清水君。ぜひとも周知徹底、努力をしていただきたいと思います。次にですね、賃上げの問題について質問をさせていただきます。公共工事の設計労務単価は7年連続で上昇しております。2012年に比べても約4割上がっているんですね。しかし現場の、特に中小の建設業の現場では、賃金の上昇というものは本当に微々たるものだということなんです。設計労務単価と日給の格差が広がるばかりだという全県総連の方々の調査も見せていただきました。このようにですね、設計労務単価というのは本来は賃金に適正に反映されなければならないはずなんですよね。ところがそうなってないと。で、私質問したいんですけれども、本改定案では下請け代金のうち労務費相当分を現金払いにするということが記されております。手形ではダメですよと、ちゃんと現金払いしてくださいよ。これはですね、必要なことだと思います。重層的な下請け構造の下でですね、この業界の中ではやっぱりその労務費そのものが低く抑えられているということもあると思うので、そのあたりもしっかり目配りをしていくということが重要でしょう。で、同時に暮らしていける、やっぱり建設業で働くことが魅力あるという適正な賃金を受け取るためには、やはり法定福利費、それからこれは建設職人基本法でも求められたものですが、安全衛生経費、これらがですね、現場労働者に対して下請けまでですね、確実に支払わなければならないと思うんです。それも含めて労務費だということでですね、ガッチャンコして支払われるということになれば、これは正確に賃金に反映されないということになると思うんですね。で、資料の位置をご覧いただきたいと思います。この資料の位置はですね、法定福利費の受け取り状況実態調査の結果ということで、国土交通省に出していただいたものなんですね。この法定福利費がどれだけ受け取られているかということなんですが、公共事業では1次2次下請けで法定福利費を 100% 以上、確実に受け取れた工事の割合が約6割を超えておりますけれども、3次以下ではですね、約4割しか受け取れていないということが分かっております。また民間発注工事でもですね、3次下請け以降になりますと 100% 以上法定福利費を受け取ることができたのはやはり4割にとどまっているわけですよね。ですから確実に支払われてないわけなんですよ。場合によってはね、 0% から 20% といって、もうほとんど法定福利費が受け取られていないというようなことも国交省の調べで明らかになっているわけです。で、私思うんですけれども、この安全衛生費も含めましてね、最下位の下請け事業者にまで支払うことを確実にね、行うためには、もちろん国交省さん、これまでも内訳明示ということで努力されていることは承知しているんですが、やはり実態がこうなっている以上ですね、もう一歩踏み込んだ取り組みっていうのが、この法定福利費などを 100% しっかり払わせていくという上で重要だと思うんですが、そこはいかがですか。村土地産業局長、建設産業局長。お答えいたします。委員ご指摘のとおりですね、例えば法定福利費に関しましては、
内訳明示をされた標準見積もり書の活用の徹底、あるいは標準受け入れ契約約款にもですね、そういう記載を盛り込むというふうな取り組みを行うということをやってまいりました。一方で今ご紹介された調査のようにですね、下請け実数の高い企業ほど必要な法定福利費を受け取れていないということも、まあ、調査の結果では見て取れているところでございます。それから安全衛生経費につきましてもですね、これは、まあ、労働災害防止対策を適切に実施する上で必要な経費でありまして、これも建設業法令遵守ガイドラインによってですね、企業を指導してきたところでございますけれども、さらに現場で安全に安心して働くことができるようにですね、安全衛生経費の確保に向けた取り組みを進めることが重要と考えております。で、そのために、私どもとしては例えばちょうどつい先日、今月15日にはですね、建設業団体、あるいは発注者団体、行政関係機関等を構成委員とする建設業社会保険推進中没処遇改善連絡協議会、こういったものを組織しているんですけれども、そこにおいて、活用が遅れている市区町村発注工事をはじめとして、公共、民間工事における見積もり契約段階での法定福利費内訳明示の活用徹底を図る。こと、あるいは公共工事においては特にその実施に関する数値目標、目標年度を設定し、これを発表、フォローアップすることなどについて、本年度における協議会の重点課題としたところであって、今後その具体的に取り組むべき施策について、さらに取りまとめを行うということにしてございます。それから安全衛生経費でございますけれども、建設職人基本法に基づく基本計画を踏まえて、現在建設工事における安全衛生経費の確保に関する実務者検討会を設置しまして、実態把握なども踏まえながら議論を行っているところでございます。これにつきましても本年3月から5月にかけて施策を検討するために必要な基礎データの作成を目的といたしまして、建設業者に対して建設工事の安全衛生経費の実態に関する調査を実施しております。今後この調査の結果を踏まえながら検討会においてさらに意見をいただきつつ、安全衛生経費が下請け負い人まで適切に支払われるような施策の検討を進めていきたいと、その法定福利費と安全衛生経費一緒にお答え申し上げましたけれども、そのようなことを今後考えております。委員長、清水君。様々な取り組みを検討されているということでございますので、ぜひもう一歩踏み込んだ取り組みを強化していただきましてね、法定福利費、安全衛生経費、確実に支払われるよう努力をしていただきたい、要望しておきたいと思います。次にですね、外国特定技能1号と認定された外国人労働者、建設現場で働く外国人労働者の問題について伺います。特定技能を持つ外国人建設労働者については月給制を採用するというのが国交省の方針だということを伺いましたが、これは間違いありませんか。間違いないかどうかだけ。野村局長。建設業におきましては受注状況や季節により業務の反感が生じやすく、工事現場で働く技能者について、例えば日給制や時給制を採用している場合は賃金の変動が発生することがございます。このため建設分野における特定技能外国人の受け入れにあたっては、当該外国人にとって分かりやすく、そして安定的な処遇を確保するという観点から、月給制による賃金支払いを求める方針としております。また安定的な処遇の実現は優位な外国人材の確保や不当不安定な待遇を理由とした失踪等の発生防止にもつながるものと考えております。委員長。清水君。はい。月給制を採用する方針だということが分かりました。で、特定技能の外国人に月給制を適用するというのであればですね、やはり同じ外国人の建設業の技能実習生や、あるいは東京オリンピック・パラリンピック関係に従事されている外国人建設就労受け入れ事業でもですね、やはり月給制を採用するべきではないかというふうに思うんですが、このあたりは検討されているんでしょうか。野村土地建設産業局長。お答えいたします。外国人材に対する安定的な職の確保に向けて、建設分野の技能実習生、それから外国人建設就労者についてもやはり、賃金の支払いにおいてですね、より、配慮されたですね、手続きを求めるということが妥当だろうと思っておりますが、これは制度が技能実習も就労者制度も進んでおるということで、既存の制度ということもございますが、
なので、これは関係機関とですね、十二分にすり合わせる必要がございますけれども、この技能実習生や外国人建設就労者につきましても、月給制による賃金支払いが可能となるかどうか、そういう方向で現在、それらの関係機関とともに検討を進めているところでございます。委員長、清水君。検討を進めているということでありました。やはりその、不当な処遇をなくし、その日本人と同等以上の報酬を支払っていくということでありますので、ぜひ、その徹底を求めていきたいというふうに思います。で最後にですね、新国立競技場の問題について質問をしたいと思います。5月17日に、衆議院国土交通委員会といたしまして、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開会式や陸上競技が行われる新国立競技場の建設現場を視察させていただきました。ここでは日本スポーツ振興センター JSC から新国立競技場整備事業における健康管理に係る取り組みについて説明を受けました。ここではですね、時間外労働の短縮化の促進を目的に、現場内詰所の原則20時閉所などですね、徹底するということに取り組んでいるということをご紹介いただきました。非常に大事なことだと思うんです。9時から5時にするとか、残業は6時までしか認めないとか、あるいは就業が、作業開始前に健康チェックをするとか、あるいは相談窓口を求めて、すぐに悩み事や、精神的な苦しさがあるときには連絡をしてくださいと、そういう相談窓口が求められているということなど、さまざまな取り組みが行われていることを教えていただきました。これらが導入された経緯についてですね、今日はスポーツ庁に来ていただいているんですが、教えていただけるでしょうか。スポーツ庁、斉藤スポーツ総括官。お答えいたします。新国立競技場の整備事業において平成29年3月下請け事業者の従業員が過労により自殺する事案があり、これを契機として労働基準監督署から元請けおよび下請けの一部事業者に対し、時間外労働が1ヶ月80時間を超えたケースがあること、労働時間の、はい、もう少し大きな声で、失礼いたしました。時間外労働が1ヶ月80時間を超えたケースがあること、労働時間の把握が不十分であることなどが指導されました。これらを踏まえ、元請け事業者である大成建設 JV において、先ほどご紹介になりましたとおり、全従事者の健康管理に係る取り組みとして、現場内に健康相談室を設置し、医師や看護師を配置すること、現場内事務所の20時閉所を徹底するなど、時間外労働を短縮化することなどに取り組むこととしたものであります。委員長。清水君。はい、2017年3月に、この新国立競技場建設現場の一時下請けの従業員が23歳という若さで、過労自殺をされたと。でこの方はですね、1ヶ月に200時間近い残業、時間外労働が認定されているわけでして、こうしたことを是正するということで始まった取り組みだということの回答でした。でどうしてですね、この現場作業員、亡くなられた現場作業員はこのような過酷な時間外労働をしなければならなかったのかということが問題になるんですよね。でスポーツ庁はこの JSC がですね、この労働者が従事していた工事の工期ですよね、地盤改良工事に携わっていたというふうに私承知しているんですが、そもそもこの工期が適正だったというふうに JSC は見てたんでしょうか。それはスポーツ庁、把握されてますでしょうか。スポーツ庁、斉藤スポーツ総括官。平成27年8月に関係閣僚会議が決定した整備計画においては、新国立競技場の完成が大会に確実に間に合うよう、工期の期限は2020年4月末とした上で、国際オリンピック委員会等の要請を踏まえ、同年1月末を工期短縮の目標とした技術提案を求めております。これに対して大成建設 JV から技術提案において法令遵守を前提として工期の期限を2019年11月末とする提案がなされ、発注者である日本スポーツ振興センターの技術提案等審査委員会で学識経験者が審査をし、工期短縮の信頼性が高いと評価されたものであると承知しております。はい、委員長。全体の新国立競技場全体の工期のことを今おっしゃったと思うんですが、私が聞いているのは
この過労死された方が取り組んでいた地盤改良工事の工期が適正だったというふうな認識だったのかどうか、今日はこの法律はですね、いわゆる長時間労働をなくすということで、適正な工期を求めていくという審議をしているわけですからね、この私の質問、ちゃんと答えていただきたい、もう一回お願いします。スポーツ庁、斉藤スポーツ総括官。ご指摘のありました地盤改良工事につきましては、当初、4月の30日、2017年の4月30日を待つとする契約が結ばれておりました。ただ実際に地中障害物が出てまいりまして、これは想定していなかった事態ということでありまして、これにより当該地盤改良工事については延長が必要になったという状況がございます。これについては当該地盤改良工事の契約自体を4月30日の契約期限から6月30日まで延長した上で対応したというふうに承知をしております。委員長、清水君。それで工事は6月30日に完了したんでしょうか。スポーツ庁、斉藤総括官。本件については JSC に確認をさせていただきましたが、6月30日で完了しているというふうに報告を受けています。清水君。男性の会社はですね、これは日本経済新聞2017年7月14日のウェブ記事によるものなんですが、この過労自殺された男性の会社はですね、地盤改良工事自体の工期は2017年6月30日、今言われた通りなんですが、10日遅れの7月10日に完工したと、このように答えているんですよね、報道されています。ですから今言われたこととは矛盾するんですが、いずれにしてもですね、遅れていたということは間違いないというふうに思うんですよね。確かに最初の4月30日までという工期については適切だったかもしれませんが、やっぱり現場というのは生き物です。今言われたように地中障害物が見つかってですね、工期そのものを伸ばさなければならない。しかしその地中障害物を取り除くためにはですね、その当初予定していなかった新たな重機だとか新たな作業だとか、そういうものが生じるわけですから、もともと設定していた工事期間とはですね、当然ですね、その幅が変わってくるということは容易に考えられるわけなんですよね。実はこの問題でですね、私たち日本共産党の国会議員団は2017年8月1日に、JSC の方々と懇談をしてですね、聞き取りさせていただいたんですが、ここで JSC の担当者がですね、作業の時間やボリューム、仕事量ですね、そこまで審査したわけではないと、もともとのその工期期間についても細かく見たわけではないということをですね、吐露されているわけです。この場には国交省の方もスポーツ庁の方もおられたわけなんですね。ですから私は本当にこの法案が著しく短い工期を禁止する、本当に長時間労働を是正し労務災害を減少させていく、そういう法律の実効性をですね、しっかり担保させていくということが大事だと思うんですよね。それでこそですね、この法案の背景から生じた問題意識を具体化し、目的である週休2日をね、実現していこうと。で、週休2日ができたとしても賃金は減ることのないように、若い人たちが入職できるように努めていこうと、この法案の狙い目的をですね、実現させていくことができるんじゃないかなというふうに思うんです。で、最後に石井大臣にお伺いしたいと思います。今回この法案が著しい工期を請負契約を締結していけないと新設させたことは本当重要だと思うんですが、これを実効あるものにするためにはですね、やっぱりその問題が生じてから、それを把握してから是正するということも、それはもちろんあると思うんですが、せめてですね、入刑法が適用される公共事業、これに関しては国土交通省が工期期間を主体的に確認する、チェックする、そして問題があれば指導する、そういう姿勢が重要ではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。石井大臣。今般の法案では公共工事の発注者が取り組むべき事項を定める適正化指針の記載事項に、公共工事の施工に必要な工期の確保を追加することといたしました。さらに公共工事を含むすべての建設工事の請負契約について、中央建設業審議会において工期に関する基準を策定し、その実施を勧告することといたしました。
また著しく短い工期による請負契約を締結した場合において特に必要があると認めるときは発注者に対して必要な勧告をし勧告に従わないときはその旨を公表することができることとしております。まあ、全ての公共工事に関しまして国土交通省が主体的にその工期を確認することは困難と思いますが、まあ、今般の法案に盛り込まれた措置を通じまして適正な工期の確保が実効性あるものとなるよう努めてまいりたいと考えております。委員長、清水君。確かにすべての公共事業をチェックするというのは一足飛びにできるものではないと思いますが、まあ、入刑法に基づく公共事業というのであれば先ほど私が述べました新名神高速道路やあるいは今回の新国立競技場の建設現場も含まれるわけですからぜひ努力をしていただきたいと思います。建設業が若者にとって魅力ある産業として発展していくためにも長時間労働や事故をなくしたくさんの賃金を受け取って働き続けることができるものにしていくことが求められているというふうに思います。我が党も努力することを申し上げて質問を終わります。次に井上